とミシはるか、私たちはチェゴです。おはようございます。ということで久しぶりのすっぴんなんですが、今日は僕の毎日メイクをやっていこうと思います。前回のね時よりも結構メイクの仕方とか書いたので、それも紹介していきたいと思います。ということでレッツチェゴ。前まではコンタクトをつけてたんですけど、カラコンデビューしまして、このブラックピンクさんの、これはね、これだって、ブラックピンクさんので、これはね青くなる色なので髪色と合ってていいなっていう感じで、じゃあカラコン入れる前に止めていきたいと思います。これでなんかさ、ここがさかぶれた、まああるあるよね。これは、はい、ということでつけました。そしたら眉毛やっていきたいと思います。なんか眉毛もね揃おうと思ったら眉毛めっちゃ細くなっちゃって、で眉毛はケイトのこちらデザイニングアイブロウ 3D のブラウン系です。ここの真ん中の部分を細いブラシでちょん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 ってやって描いていきます。で別に眉毛はね前髪をねあるからそこまで力は入れてない。皆さんはお正月何したんですかね。私はね桃鉄とねパブ G しかしてないね。あとは編集もちゃんとしてたけど、眉毛に関してはあまりこだわりはない。とりあえず塗る。え、やばい、マジ口の横やばい、マジ殴られたみたい。なんで、あとさ、なんでっていう発音もさ、なんかわかんないけどさ、なんでになっちゃったんだよね。こうやって群馬弁、そしたらさ琴音もなんでっつってた何弁が映ったんだろう。はい、次は目いきます。使うのはこの 3C のこちらのパレットです。まあ、結構はるかアイシャドウのやり方が独特なんですけど、奥二重なのね。だから上にね塗ったらね腫れぼったく見えるなって自分で思ったのさ。だから上にはもう塗らないスタイルです。ここの色を取って目のまあ3分の1ぐらいから下にかけて囲うように塗ります。く、く、ひらがなのくです。反対も、はい、くがきます。割とね目と目の間が近いのでこっちに流す作戦だね。はい、ほんなら次、これはね新しく入った技です。次この茶色の部分を取ります。なんか眉毛描くような箸がね筆で、そしたら下のラインを引きます。でこれは私は釣り目なんですよ。結構、まあ、結構目がオラーって感じだから、ちょっとでも改善するためにこっからこう横に引きます。でこのこういう感じ。反対も。あ、やべ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 。まあまあどうにかなる、どうにかなる。これが終わったら結構なんかさ、やらないよりかはさ優しくなった感じになったから、次はまつげあげます。まつげは資生堂のビューラー使ってます。はい、でもグイグイっとあげます。はい、そしたら次はメイベリンのナッシュニスタの01番ブラックを使います。はい、でもここはもうまつげを長く、こうやってねやるとねやりやすいよ。みんな知ってる、こうやって眉毛上げてまつげも上がるスタイル。反対も、はい、下もやります。完成。おでこにニキビができちゃって治んないんですよ。ニキビにいい薬って何がありますか、教えてほしいです。ここのおでこのニキビ。次はラインを描きます。ワンデータトゥーのこのブラック、これめっちゃいい。はい、そしたらこっからバサッて生やすいきますね。で最近結構洗濯ができましたわ。こんな感じ。反対も、こんな感じ。そしたら次、目の下のキラキラフェ
ヘリペラのシュガートゥインクルマリーゴールドクラウンだね。これを涙袋に塗ってきます。これ使ってるとね、めっちゃ可愛いとこのって言ってくれる人が多いからめっちゃおすすめ。最近 PC でね Apex とかやってたんですけど、たまにちょくちょくインスタとかさ Twitter とかにさ Apex やってるとか言ってたんですけど、最近そのパソコンを借りてたんですよ、知り合いの方から。でその方にお返ししたので PC のゲームができてないので、頑張ってお金を貯めて一刻でも早く Apex やりたいなって思うんですけど、はるかはねブラッドハウンド使ってたよ。早く Apex やりたいし、あの今アマングアスも流行ってるじゃん、それもやりたい。2021年はねゲーム実況できるようにね進めていくので、皆さん楽しみにお待ちください。だけどねゲームは好きだけど上手くはないからね。はい、で次こちらセザンヌパールグローハイライト01番です。これを人差し指で取って目の横にちょろっとつける、ちょろっと。そしたら終盤戦になってきました。素顔のエアーフィット CC クリームピンクブライトを鼻に塗ります。ちょちょっと取って鼻を丸々丸丸してください。丸丸できたら次はまたこちらのケイトのデザイニングアイブロウを使ってノーズシャドウをいきます。ノーズシャドウはまあこんな感じで、はい。ほんで次はリップで終わりです。まず保湿大事だからね。リップはファンの方にいただいたんですけど、めっちゃ使いやすいと思って、これはリカフロッシュの02のバラタレッドですね。これを塗っていきたいと思います。あのねマット系のねリップ好きなんだけど、冬に使うと乾燥するから、ちょっとみずみずしいリップだから口荒れないしめっちゃいい。はい、ということで口紅が塗り終わったのでメイク完成しました。まつげはねマスカラが乾いてからあげるから、髪の毛を先にやっていきたいと思います。髪の毛やっていきます。はい、ということで髪の毛出来上がりました。それではまつげを上げていきましょう。こんな感じです。前回のメイクの時と比べてカラコンをつけてるとか目の頬のライン描いたりとかいろいろ変わったと思うんですけど、参考になれば嬉しいなと思います。で僕はコメントが頑張れる糧になれるので、皆さんよかったらコメントたくさん送ってほしいと思うし、ニキビの治るやつ、あのあれもあったら教えてほしいです。でね、使ってるカラコンも何ですかって結構質問が多かったので、それも今日皆さんの前でお答えできたので僕の任務は完了しました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。 SNS も頑張っていろいろ投稿してるので皆さんよかったらフォローしてください。ということで以上チェゴでした。バイバーイ。ラリラニャー。